こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、鹿児島県鹿児島市の、桜島フェリー乗り場に来てます。今からね、フェリーに乗って、桜島の方を渡っていきたいと思います。いつものようにね、散歩とは全然違うんですけども、楽しんでいただけたらなと思ってます。次の発車が45分なんで、あと3分ほどだ。今ですね、2022年の2月の13日日曜日ですね。時間は4時42分ですね。ではね、フェリーに乗り込んでいきたいと思います。料金は後払いらしいんで、後でどうやって支払うのか全然見てないんですけど、多分交通系 IC とかが使えたんじゃないかなと思います。以前もですね、厳島神社、広島県のね、秋の宮島に行った時に、その時もね、フェリーに乗って、その時も撮影したと思うんですけど、今回もね、撮影していきたいと思うんですけども、今日からですね、3日間、2泊3日で鹿児島です。鹿児島の街はですね、全く来た記憶がないので、おそらく鹿児島市内は初めてだと思います。青島県はね、霧島の辺ね、中学生の頃に修学旅行で行ったんですけども、それ以来の鹿児島なんで、何年ぶりですかね、40年ぶりとかですかね。昼夜運行なんですね。すごいですね。
水族館フェリー乗り場ここにあるんですね。結構ね飛び乗ったんで、だいたい何分ぐらいで着くか調べてないんですけど、料金はね200円みたいです。出てくるときはね雨だったんですけど、鹿児島に着いたら雨は上がっててですね、まあ、天気がいいっていうわけではないんですけども、まあ本当雨に降られなくてよかったです。雨の中ねやっぱりね動画撮影するの結構厳しいんで、急いで車を止めていたんですけども、おいいですよね桜島。あんまりね向こうに渡ってもね街は特にないんで、本当に渡るためだけにこう乗った感じなんですけども、こんな感じでね、こっちは霧島山の方なんですかね、どれが霧島山かとか全然まだ分かんないんですけども、上に上がって町の方をねちょっとどんな感じか見てみましょうかね。展望デッキが
節は多分寒いんで、うちが多分広島のあの市街地の方ですね、ちょっと中心ちょうど真ん中ぐらいに観覧車が見えると思うんですけど、あれが鹿児島中央駅ですかね。ね、下調べをするときに駅の近く、駅の上、ちょっとねその辺までは分かんないですけど、観覧車があっていうのを調べました。やっぱさすがにね風がきついんで、声が聞き取りにくいとかあるかもしれないですけど、ご了承いただけたらなと思います。こんな感じですね。夏は今日と明日鹿児島市内を歩こうと思ってます。でその後ね、今回はね、鹿児島県の西側ですね、指宿とか、あと串木っていうんですかね、ちょっとねまだね、あと 仙台、ちょっと、ね、読み方とかまではねまだ調べきってないんですけども、大隅半島の方はねちょっと今回諦めて、西半分の町をいろいろ歩いていこうと思ってます。今日はねまず、鹿児島の町をね歩く感じで、
周来ると、やっぱ火山がすごいですよね。長崎に行った時も、あの普賢岳、雲仙岳、すごいね、綺麗で迫力があって良かったんですけど、桜島もやっぱりいいですよね。なんか生まれたばかりというか、こうゴツゴツした感じとかが、
交通系 IC でお願いしたいんですけど。こちらいいですか。はい。はい、じゃあ。だったらこれで。はい。はい、じゃあ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 。では、ロビーはこんな感じなんですね。鹿児島ユナイテッドサッカーチームなんですかね。ロビーこんな感じです。ではね、この1階に降りたら、すごい綺麗に描いてますよね。子供の絵結構見るの好きなんですけども、桜島の地図を見てこんな感じで、今着いたのが桜島港で、なんかこう散歩コースというかバスルート、バスルートがあるんですね。そしてこのレンタカー、レンタルサイクルの絵がなかなかいいですよね。ではね、撮影を終えたいと思います、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。